『新平家物語第』第608回講談社吉川英治歴史時代文庫より朗読は城春彦です。 爪を噛む妙に赤っぽい光と異臭とは火皿の魚油のせいであろうその一頭一頭からイカミのようなすすも盛んにいぶり立っている広くもない繊望の内だ立ち込めるゆえんが諸将の陰影を余計に濃し誰が誰とも定かでないただ正面の義経の顔梶原の顔 左右へ詰め合っている横顔やら物言う顔など顔ばかりが赤々と浮いて見え万座の鎧具足がチカチカ尾行を放ち合った「思えば返す返す惜しい日を逸したものだ今日こそは敵の彦島へ迫るべき日であったもの梶原が口を開いてこう言い抜くさっきから彼が繰り返して残念がっているところは 今う久我の味方が赤間が関へ攻め入りすでに彦島の布口へ迫ろうとまでしたのになぜ久賀勢を引き上げわざわざ敵に備えの暇を与えたのかということらしい。そしてもしあの際水軍も進み出て久我の味方と力を合わせ同時に彦島を突いていたらおそらく平家は一挙に含滅しえたろうに。 あたら今日を虚しくせしことよと舌を鳴らしてやまないのである。言い換えれば、義経の指揮判断の誤りをつき、軍艦としてその攻めを問うのでもあるだろうか。義経はとみれば食いる風もない。一応耳は傾けていたが、反発もせず、承服もせず、ただ聞き置くという態度に見える。 しかし、副将の田代の家者以下、諸将たちは、おおむね梶原と同意見らしく、いつに似合わぬこの君の二の足かな、と言いたげないぶかりを義経の表へ注ぎ合っていた。一の谷、屋島、また宇治川、義経の戦の手口はいつも失風人雷である。敵を直前にこう二たよもためらっていたためしはない。 梶原に次いでやがて諸将の間からも同様な声が出た。義経からも何か釈明がなければ済むまい。で、彼もついに一言した。それよ。 院の御名として三種の神器を無事に都へ返せとの仰せつけだになくば合戦の仕方は意図やすいことだ。したが平家方もこの度は十分腹を決めていよう。今はこれまでと見、一門最後の淵に臨む際には、出場神器もろとも身を沈めんと覚悟しようておるに相違ない。その平家から神器をつつがなく取り上げ、 敵を完膚なきまで討ち滅ぼすということは思えば思うほど難しい。義経はまた梶原へ目を向けて、猿がゆえに久賀勢にも弾をめがけて弾を踏み砕くな、魚の網を絞るがごとくせよと命じたわけだが、もしそこもとに別の良策でもあるなら、この場で聞かせよ。いかにせば仁義を無事に奪って でしかも彼を滅ぼすことができるかそこもとの知略のほども漏らしてほしいそれには梶原も黙ってしまったもちろん諸将の間にも院の特別なるお旨は十分知れ渡っていたはずであるがとかく戦勝の第一義は生死と巧妙だけに限られやすい 言われてみればと今更のように明日の合戦の難しさをみんな思い直した風だったすでにこの世平家方は早田の浦まで第一陣を進めてきたその敵へ接して水軍と水軍との山勢が開かれるのは明朝の宇野国前後ぞと威幕の示し合わせもついていたのであるこれは その日義経自身が船所の五郎正俊や串崎の武者を水先として水路や潮流の時刻などをつぶさに調べた上での決定であり異論の出ようはずもないしかし海上戦を陸の先陣争いと同一に考えている諸将には誰が戦法を承るのかそれへの関心が強かった当然巧妙手柄の晴れ場とみき競っているからである カジワラすらもその下心があるらしく、こう強く主張しだした。杉樽はもう言うまい。また仁義の奪還も敵へ当たってからのことよ。破りもせぬ敵から仁義を取るわけにはいかぬ。そこはこのカジワラにも思うところあれば、明日の先方はぜひカジワラに仰せつけありたい。先人の役はこの影時に旅そらえ。 誰もが心では望んでいるのだ、口に出せないだけである。にもかかわらず、梶原が立って自分にと申し出た人も投げな気持ちは、これまた誰にもわからないことはない。屋島では屋島も落ちてから2日も過ぎて遅れて戦場へ着いた彼だった。彼自身はそんなことを間が悪そうにいつまで患っている男ではない。 けれど嫡子の源太景末次男の平治景隆三男の三郎景家などは以後肩身の狭い思いを持っていたことだろう。先の汚名を長門の裏で注がねばと父の背後で躍起となっていたかもしれない。古希によるとこの時梶原の恋を義経は一言のもとに退けたとある。 義経がなくば知らぬこと、義経があるからにはと言ったのに対し、梶原が、殿は大将軍、大将軍たる人は中軍にあるべきものと決めつけた。それ思いもよらずと、義経はせき込んで、我はただの一御家人、鎌倉殿こそ大将軍とは申すなれ、義経も和殿原も同じものよと、あくまで先人の役を譲ろうとしない、豪にやした梶原は、 先生この殿は侍の人はなりがたしと方言した。聞きとがめて義経もまた、申せしな梶原わどのこそ日本一のおこの者からと罵り返した。そして義経が立ちへ手をかけると梶原も一層激して、子はなんとなさるこの梶原は鎌倉殿のほかに死はもたぬぞと同様に人頭の塚を握りしめる。一座騒然、梶原の方には彼の子息や家臣が。 盾となって寄り合い、義経の身には弁慶、忠信、伊勢の三郎などがこぞり立って、あわや味方割れを見ようとした。しかし、三浦之助、義純や土肥実平が極力相互をなだめたので、辛くも事なきを得、やっとその場は収まったというのである。古典平家もまたそういうふうに書いている。両者の不安は隠れもないことだが、といって、以上のような喧嘩沙汰までがあったとは思われない。 思うに梶原の3人の息子や少子が屋島の治れを明日こそは取り返そうと気負っていたので自然梶原自身までが軍艦の地位を忘れて積極的に先人の役を望んで出た程度かと考えられるそしておそらくそれは義経に入れられたのではあるまいかなぜなら味方割れまでして彼の望みを拒む理由は何もないからである と言って平家方にもさまざまな岩が放蔵されていたように源氏の内部もまた決して義経のもとに整然と一本になっていたのではないそう考えられる第一の不信は義経と並び共に東国勢の一方の大将軍といわれる三河守よりが全く動きを見せないことである。 後に渡って九州の一角にあることだけは確実らしい九州に一線を引いて彦島の平家を牽制しているものと見れば見えないこともないがそれもあまりに消極的だなぜ文字が関柳ヶ浦など無前の海辺までその騎士を見せてこないのか義経は三河殿の真意がどこにあるのかを疑っている。 よし船はなくても、無前の騎士にその白旗を見せたもだけでも、味方にとっては大きな助力、敵にとっては心を寒うさせるものを、と遺憾でならない。しかし梶原だけは、多少その消息を知っているはずだった。彼のもとへは一、二度乗降り,りから使いもあった。だが、義経には何も語らず、義経もそれには触れないのであった。 一体九州にいるのかいないのか、全く奇妙な友軍という他はない。疑えば安からぬ心地もして、この義経が平家に勝つのを喜ばぬ者が味方のうちにあるのかと思わされる折さえある。が義経は浅ましい心の動きとむしろ自分に恥じ、そのようなことあり得ようはずはないと。 固く思い直すのだった彼は敵以上味方の割れを恐れた巧妙争いや意地づくの割勝がち体制で明日へ臨んだら仁義の奪取はおろか勝利もどうかと危ぶまれるからであるそれには梶原を立てておくことだと知っていた でその夜の最終会議も梶原にとっては十分特進のできる結論のもとに終わっていたろうことはほぼ疑う余地もあるまいやがて梶原親子をはじめ諸将の影は戦房から外へ出てきたそして口々に「さらば明朝晴れの海原にてさらばさらば」と言い交わしながらおのおのの船へ帰っていった 前の,の出陣ならこれから各自の船へ戻ってからも優に手枕の一睡はできる義経もまたその後で小狭い一望に入って身を横たえたただの一人に帰って獅子に伸びを与えるとなんとはなく「ああ」と筋骨の下から大きな息が思わぬ声になって出た。 ああという一呼吸の中にはつかの間体の金箔からほぐれ出た彼の万感が流れ出していた巧妙何者ぞやという自長のあふれか静か小石とつぶやいたものなのか彼以外には知る由もない「殿殿せっかくお休みのご様子ですが」 その時誰か羨望の戸を軽く叩いた。義経は塩窓へ顔を寄せ、弁慶ではないか。何よおぞ、ただいま、友尻の下へこぎ寄せてきた一周の上から、桜間之助がぜひお目にかかりたいと申しおりますが、桜間之助ならば司祭はない。これへ通せ。ところが、もう一人若い平家人を連れておりまする。 平家人とは誰なるか平大納言殿のご子息、時真殿なりと申されますが。何時忠殿の子息、ぬき殿が自身お見えか子は、ただごとにあるまち、とうとう、お連れ申せ。今し、壇の浦への出動を寸前にしていた矢先である。平大納言の子、時真が自身危険を犯してこれへ来たと聞き、子は、 ただごと,にあるましと義経が顔色を変えたのも無理はない「公島魔王子」「はかりは寸前に破られやすいものという」「さてははたんかことろけんして何ぞ矜持でも!」と彼の胸は早金をついている「金がね桜間之助」を使いとし平大納言との間には微妙な刑が示し合わせてある。 もしそれの発覚から平家方が利面の刑を知ったなら、明日の戦略も急速に変更しなければならない。しかも出動直前の今、ほとんどそんなことは不可能に近い。が、彼の起因は間もなく重い過ごしであったと分かった。やがて時真に会い、時真の口から切々な願いを聞いた後にである。だが、 一つの奇有を拭われた義経はすぐ次の奇有に当面していた。時真は父時忠の意を伝えて何とぞ一筆の御聖書なりと。 君と父とのおつがえのお言葉を尋問にかけておしたためたまわいと存じまする。父が申すには、それいただいてとく立ち返れ、やがては国もなく国はあっても物言えぬ敗亡の威信となるみ、聖書を持たでは後日何を訴えようと泣き言としか聞かれまい、立って方眼殿より一筆のご聖書をこうてまいれと固く申しつかってまいったのです。と、 瞳から全身にまで懸命を込めた姿を義経の前に据えていった。いや、頼みだった。無理はない。義経も思う。それも時忠親子の一心情などという小さいことではないのだ。相互の間に目薬としてかけられている問題はあまりにも大きかった。仁義のこと。帝、女院、その他の人命のこと。 ひいては平家滅亡後の未来へかけてのことまでが含まれているのである。あの資料深い時田だが、決して君を疑うにはあらねど、かほどなこと、ぜひ一筆、熊の生死にお墨をして旅給たまえと、先には桜間之助を通して、今また子息の時真に危険を犯させて、必要にまで凍てやまないのも 道理なのであるけれど義経の立場もつらい。自分は兄頼朝の一代官に過ぎぬ。鎌倉殿の意も待たず後日に残る聖書を平家のたれであろうと書くわけにはゆかないと思う。また軍艦の梶原というものがある。 カジワラエは兵大納言との密約のことは一切話していなかった。はかれば、おそらく彼は口を極めて反対するだろう。すでに勝者のおごりをもって兵家に望んでいる彼だ。滅ぶ者から条件をつけられたり、後日の役を与えたり、そして滅ぶ者の眷族などへ連憫をかけてやるような彼でないことはわかりすぎている。 で全ては義経の宗三寸であったそれだけに彼は一人苦しい胸を抱いた <laughs> さても難儀いかにせば義経は旗と眉を沈めた何か非常な急遽に立つと爪を噛む癖が年少の頃にはあった その幼いくせがゆっくりなくもじっと考え込む彼の姿にふと出ていた。ぬき殿、やがて熱を病む人の吐息のように、もしあくまで聖書のこと聞き届けできると義経が断ったらいかがなされるお考えか。何としてもお聞き入れを得られぬなれば。 時姉は大おむがしに言いながらその表をみるみる蒼白に目は相手の顔を捉えたまま「是非もありません物の不ならねば腹切る術は存じませぬが身を海に投じ明日の戦を前に父母の先駆けいたしまする」いやいや義経は急いでかぶりを振った。 そう察してはいたが、聞かされるのはつらかったからである。あなたのお心を問うのではない。大納言時忠殿には、もしやの場合、いかなるコートやあるとお聞きしたのだ。父の存念は分かりませんただ、かねてより、父は出家入道こそいたさねど、生涯は閉じたものと思いきめておりまする。 母の卒のつもねとて同じです。至難はいつでもと、覚悟に不足のない両親とだけは、しかと申し上げられましょう。すると、時真のそばから桜間之助も言葉を添えて、実は、これへ参る直前、代理殿にも船島を抜け出て、赤間が関の山手、臨海館の後へお身を隠されました。 すでに平家のうちにては、明日を前に、時忠卿御伏をいっそなき者にせんという魔ュの動きが見えますので。でははや、うすうす明日の計りを知ったと見えるな。いやいや、それとはまだ悟ったわけではありません。 日頃時忠京を憎しみたもう大井の殿、能登殿たりがどさくさまぎれに自暴のお振る舞いに出たものと思われまする。今宵十数名の死角が船島に現れ、すんでに危ういほどでござった。そのための御所替えにござりまする。こう聞いては、なおさら義経の胸は氷室になった。思案に凍った。 次回はスミスレ弁慶ですよろしければいいねとチャンネル登録コメント投稿などをお願いしますまた私たち演劇クラブ座をぜひあなたの力で応援してください 詳細は動画の下概要欄からどうぞ。